今日はですね、小口木管画の版木2枚を使った、マスキング法という、これも多分私が考案した手法だと思うんですけども、2つの版木を利用して1枚の版木をするという、そういう手法をちょっと、ご覧に入れようと思います。これはね、おそらくこういうスリをやっているのは、よくわからないけど、私一人じゃないかなと思うんです。これは結構ね、版画のバリエーション、いろんなタイプの、版画を制作するのに結構重宝ですね。それでは始めますんで、ご覧になってください。さあ、使うものはこれ、マスキングシートです。マスキングシートをこういうふうに軽く貼り付けます。そしたらば、すでに、眼皮に吸った、完全に乾いた小口木管画を乗せます。そしてデザインカッターで具合に図柄をカットします。そうすると状態に分割できます。そうしましたら、このマスキングシートを丁寧に剥がして、これはね、両方使うんで両方大事に取っておいてください。はい、1枚目、これが2枚目。はい、そしたらば、まず第1版目インクを盛ります。そしたらですね、先ほどカットしたマスキングシート、ちょっと見づらいんですけども、こういうふうに
マスキングシートを貼り付けておきます。そしたらその上にまあいつもの通り眼皮をちょっと大きめの方がいいかな、軽くバレンで伸ばしていきます。そしたらばいつものようにバレンですると、さあそうしたらばちょっと薄り上がったんで剥がしてみましょう。そうするとですね、こんな感じになります。つまり、自分の必要とする部分のみ刷ってるわけですね。でここはマスキングしたんで何も刷られてない状態になってます。それでは次の版の準備にかかります。そしたらですね、今度はもう一枚の版木の方の上にマスキングシートを乗っけて、これもデザインカッターで今度は版木の上からカットしていきます。小口木版画は結構硬いんでこういう作業ができるわけですね。そしたら、下の方、バランでこう押しておきます。さあそうしたら今度はこの上にインクを持っていきます。インクは丁寧になるべく薄く、特にマスキングシートの上は慎重にやってください。剥がれちゃうと使い物にならないんで。そしたらば上のマスキングシートを丁寧に外します。
まあこうするとインクのついてない持ってない部分とインク持ってる分一枚の版木で分割することができる。そしたらあらかじめ吸っておいた一枚目を絵の部分に合わせて乗っけていきます。多少のズレはまあ そうしますと、今のマスキング法を利用して、2枚の版木でこのような、またちょっと新しいねイメージの版画をすることができます。この手法はですね、実はもずいぶん前からやってました。今ですね、須賀川で、始まってる小口木版画の展覧会、共鳴する印、小口木版画の現在地点ドイツという展覧会の中の私のパートなんですけども、こういう大きい作品をちょっと出してます。1m6×81 という結構大きいですね。制作年は2002年ですから、もう17、18年前の作品であります。これはですね、今ご紹介したマスキング法による刷りを、ものすごく複雑にやってます。使った版木は、
2、30枚かな。で、これインク乾かないとなかなかうまくいかないんで、一般油性のインクで吸ったら、今度はそのインクが乾かないと次に進めないんですね。ですから、するのに、およそ、1枚するのに2週間ぐらいかかってます。まあ、本当に大変な作業でした。だから、この作業の場合は、小さな作品を作りながら、2、3日おきに再びまたすり合わせていくという、そういうタイプです。なぜこういう仕事をするようになったかというと、まあ、版画のコンクールに展覧会出すとき、結構サイズをね、大きくしないとなかなか注目されないという事情があったんで、まあちょっと大きくしてみようという時代の作品です。版木の準備に1年ぐらいかけて、彫るのにもまた半年ぐらいで、吸うのに 2、3 週間という、結構手間かかりましたけども、まあこういう表現もあってもいいんじゃないかと思いました。これから小口木版画をやる方、現在やってる方、まあ、この技法はね、ちょっとあんまり頻繁に使うとちょっと問題があるかと思うんですけども、まあ、私自身ですけど、まあ、ちょっと新しいイメージを模索する段階で試してみてもいいんじゃないかと思います。ちなみにですね、これらの作品は1枚の顔皮紙に刷り上げることを前提としてます。切り張りのコラージュはこの作品の中ではしていません。切り張りによるコラージュの作品も、まあ、作ってることはあるんですけども、どこかでやっぱり1枚の紙に刷ってみたいなという思いで始めた作業です。まあ参考になるかならないかは、これご覧になった人の判断にお任せしますんで、ともかくこういうやり方もあるよということ知っておいていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。